はい、どうもこんにちは、盆栽パークパルプンテです。今日は目切りをやっていくんですけれども、普通の目切りだけじゃ面白くないので、応用編も後半に載せたいと思います。まずは通常の目切り、こういった古葉の境を切っていくんですけれども、通常はこういった形で目切りすると思います。後半に応用のをやっていこうと思います。まずは通常の目切り、やっていこうと思います。 この木に関しては枝に強さの強弱がないので通常の芽切りで対応していっています後半の応用の芽切りに関しては枝の強弱がかなりあるものに対して有効かと思います このように通常の目切りは新しく伸びたところと古葉の境を切っていると思います。 このように弱い芽は切らずに残しておきますこんなに小さな木なのにこれだけの芽が取れました 通常の芽切りの切り口がこういった形になります。古葉と新しく伸びた枝の境目で切っています。そしたら次は後半、え応用編をやっていこうと思います。<laughs> 続いてはこちらの木で応用編をやっていこうと思います。こちらは一本一本の枝の強弱がかなりあるので応用が有効だと思います。こういった形で強く伸びている芽があります。 別の目も見てみるとこちらも強く伸びているんですが強さにかなりばらつきがありますこの時にどのタイミングで切ったらいいかっていうのがあるんですけれどもこの新しい目が出ているところまで軸を残しますはいこうすることによって強い目ほど軸が長く残るこういった形になります時間差で目切りをする方法もあるんですけれども同時にやる場合にはこの軸残し が有効かなと思いますこういった形で新しい芽が出ているところで切りますそうすると、えー、強い目ほど長く軸が残ります長く軸が残ると目の吹きが少し遅れてくるので強い目ほど少し抑制される効果がありますこれで2番目の、えー、受精の強さを、えー、バランスを取っていく方法が応用編となります 軸残しをせずに時間差でやる場合には弱い芽を先に切って強い芽を時間差で後で切ります。どのくらい時間を空けていいかわからない場合ですとか軸をどのくらい残していいかわからない場合にはこの応用編が有効かなと思います。 応用編の切り口がこちらになります残っている軸の長さが、えー、それぞれの枝で違うのがわかると思いますはい、このくらいの長さもあればあまりないのもあります一番強かった軸はかなり長く伸びています、えー、こちらではなくてこちらですねはい、一番強かった軸はこれだけ残っています こんなやり方で2番目の力のバランスを取る方法もあります。今回もご視聴ありがとうございました。よかったらコメント・高評価お願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。またね。バイバイ。